ウィラワンアッピアポンはタイの女子バレーボール選手。ポジションはウィングスパイカー。バレーボールタイ王国女子代表。身長は174センチメートルと小柄だが安定したサーブレシーブから早い切り返しを得意とする。ミドルブロッカーをおりにしての平行トスから絶妙なタイミングで放つスパイクが武器である。2001年にタイ代表に初選出される。 同年に開催されたアジア選手権でデビューし、3位に入った。2004年のアテネオリンピック世界最終予選、ワールドグランプリに出場した。2007年より代表チームの首相に就任した。同年に地元で開催されたアジア選手権で、銅メダル獲得に貢献した。ワールドカップバレー2007では主にレフトでプレーし、日本戦では効果的なアタックを見せた。 大会を通してのレシーブランキングでも5位に入った。2009年にベトナムで行われたアジア選手権で初優勝を果たした。同年11月のグラチャン、翌年の世界選手権などにも出場した。2011年の ABC クラブ選手権に出場し、MVP に選ばれた。同年のワールドグランプリでは6位入賞した。2012年の FIVB ワールドグランプリで4位と、 好成績を残す原動力となった。同年の EBC カップでは中国を下し、金メダルを獲得した。2012から13シーズンにより、アゼルバイジャンリーグの強豪イトゥサチバクに移籍した。2013年のアジア選手権では2大会ぶりに優勝を果たし、自身も大会 MVP を受賞した。ありがとうございます。